えこんにちは高田です、えー。今回はですね、えー、とバルシューレの普及活動を行っている福祉さんにお話を聞いていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。えっとバルシューレって多分ここ最近で、えっ、ー、と名前としては広くスポーツ界に知れ渡っていると思うんですけども。 じゃあ実際、バルシューレって何なのかっていうところが、あその根本的なところの部分があまり伝わってないのではないかなというふうに思っているので、ちょっとバルシューレについて詳しくお話を聞かせていただきたいと思います。まずバルシューレのちょっと簡単な紹介からいただいていいですかね。はい、そうですね、えっと。バルシューレは、えー、スポーツの入り口なので、スポーツの種目ではないということですね、まず一つ。で、えっと、1998年にドイツのハイデルベルク大学、 スポーツ科学研究所というところで開発された、えー、子供向けのボール遊び教室っていうようよなものにななります、えー、なので、えー、特定のなんか種目をやるというよりはあ子どもたちが専門競技に入る前に基礎的なこうボールの扱い方を覚えたりとかっていうところの、はい、プログラムというイメージ。 えっと、ドイツで生まれたっていうあれなんですけどもドイツで生まれたその経緯みたいなの日本と同様にあの都市化が進んでいて、まあ、車社会で子どもたちがあの体を動かさなくなってしまったっていうところがまず第一にあるんですけれどもそもそもやっぱりドイツっていう,こう国の名前を聞いた時にやはり皆さんがこう。 想像つくのはサッカーだと思うんですね。で、えー、1990年代にドイツが世界的にのレベルからちょっと低迷してた時期があって、それはなぜなのか？っていうところがあのー、バルシュレができた。きっかけになる研究が始まったっていうことですね。<ー>はい。うん、実際それってどういった？研究に始まったんですか？ 1994年のワールドカップで,です、ねえー、ブラジルが優勝しましたでドイツは、えー、予選リーグはあの勝ち進みましたけど決勝トーナメントの1回戦2回戦ぐらいで負けてしまったとっいう経緯があるんですけど、あのー、当時はでもそうは言い,いながらもドイツも優勝候補に上がっていて、えー、片や ブラジルも優勝候補に上がってたんですけどもしっかりこう結果を出したというところで、えー、なぜそういう違いが生まれたのかというところの原点がおそらく子供の時の過ごし方サッカーの学び方の違いにあるんではないかというところ、はい、から始まった研究です。確かかああれれでですすよね、まあ、ちょっと細かいあれですけど、うん 決勝でドイツがブラジルに負けた時の大会ですかね、うん、いや違います、ね、そうあそれではないんですね。すうん、あそうなんだ。ブルガリアに1・2で負けちゃうんですねじゃその前ですかね、うん、1994年ですね。ああじゃあ結構古い歴史ですね。古いですね。1994年に研究が始まって、うん、1998年にプログラムが出来上がったっていう感じですね。<ー>うん、で実際ドイツには広く普及をしてるっていう そうですね、<ー>バルシューレはあの、まあ、とはいえドイツの,あの総合型クラブっていうのは9万ぐらい、うん、あのクラブの、うん、形態があるんですけれどもそのうちの,、まあ、あのバルシューレの教室ということでやっているクラブは、まあ、300ぐらいですね。はいうん あの今の話を聞くと要はそのサッカーが強くなるために開発されたプログラムという風な印象を持つ方も多いかと思うんですよ。一方でただしそのバルシューレというのは遊びを科学したというようなフレーズとともにあの皆さん認識していると思うんですけれどもそこのところについてちょっとそのスポーツとバルシュレの違いというのをもう少し深く聞かせていただいてほしいんですけど。はいはい、そうですねあの 研究のテーマとしてはサッカーで始まっていますけれども、スポーツ全体、球技全体を通して考えていくと、あのどこの競技もですねあの、子供の頃にボールに馴染んでない子たちが、急にこうスポーツの専門競技をやると、なかなかそこを馴染めなかったりとか、途中で嫌になってしまったりとか、ということがあるので、えー、バルシュレそのものはスポーツの 球技に特化した何、えー、て言いますかね種目横断的っていう言い方してますけれどもどの,あのボール競技をやってもうまくなれるっていうようなオールラウンダーっていうねスポーツのオールラウンダーみたいな言い方してますけどどんなスポーツ競技をやっても上手にできる子を育てるっていうことがこうコンセプトになってます。 実際その、チャンピオンになるためのバルシューレという位置づけではないわけですよね、うん、そうですね、はい、でそこを多分結構あの認識を間違えている方がいるんじゃないかなと思っているのは、うん、バルシューレやったらスポーツうまくなるんですかとかそういった質問も結構あると思うんですよ、うん、それには福士さんだったらどうお答えしますかね。 頂点に行くか行かないかっていうのは、その後の問題もありますんで、あのバルシューレ自,自体はスポーツの入り口ですね。はいえー、なので、スポーツっていう,こう大きな枠で捉えたときに、まあ、もちろんチャンピオンスポーツっていうこともありますし、レクリエーションとして一生涯楽しむっていうスポーツもあると思うんですけれども、おそのどちらにも可能性があるっていうふうには私は思っています。<ー> 実際どううでしょうそのバルシューレっていう教室の中でどのようなその活動形態になるのかっていうのを少しお話し聞かせていただいてそれは教室の内容みたいなドイツでこう推奨しているのは45分から50分を週に1回ですね、えー、これを、まああのー、毎週やっていくとまあ1か月4回みたいな感じで。 取り組むのがこうスタタンダードななイプになってます多分今の昨今のスポーツ状況だと、まあ、早期専門家じゃないですけど、うん、えと高度な技術戦術を指導者が選手に教え込む、うん、えとこれが一つのスポーツの形になってると思うんですけど、はいうん、バルシューレでは実際種目横断的に何か技術だったり戦術を教えたりっていう形になるんですかね、うんうんえー、と学習方法の一つとしてあの子供たちが自らこう 学ぶっていうことをあの大事にしているので、えー、こう指導者側からかあのこうし,しようとかこうしなさいっていうことはあの指導的なことっていうのはほぼしない感じですね勝手に上手くなるっていうのも一つのコンセプトになります、はいはい それは潜在的学習という多分理論に基づいていると思うんですけどそ,す、ねはい、それについてちょっとお話を潜在的っていう、ね、言葉の通りですね。あの人間ってそもそもその人に言われなくてもこう学習できるという能力を持っているんですね。これはもう全人類そういうあの遺伝子を持っているわけであの特にこう早期専門家になると大人が何かを教えるで子どもは教わるという。あの 形態になってくると思うんですけれども潜在的学習っていうのは自分で体験してみて失敗して失敗したあと自分がどういうふうに修正してよくなるのかっていうことを自分自身でやっていくっていうことですねまあその過程であのアドバイス的にこう簡単なフィードバックをすることがあの指導者側からあることはあるんですけどもそれはあのなるべくしないようにうんそういう選択肢もあるんだよねとか、ね。 そのの程度のフィードバックになってますね。うん、えっと、まあえっと、早期専門家っていうようなあの話が出ましたけども、まあ、今だと例えばサッカーを例に挙げれば、うんえー、サッカークラブに所属して、えー、サッカースクール掛け持ちでやってて。うん 週6、7最大でサッカーを低年齢の時からやっているという子も多いと思うんですよねで。そういったことを考えるとまず種目横断的にそのあらゆるボール感覚だったりとかスキルを身につけておいて、まあ、その後に自分がどのスポーツに向いているかという適性とかにも、うん、あの適性を見つけるということにもバルシューレは一つ活躍するのではないかと、はい、そういったこともあるわけですよね。そうですね まあ、あのコンセプトとして、えー、手と足と道具を使う、まあ、道具っていうとスティック系のホッケーをが代表的なものになりますけれどもおその3つ手足道具を使うっていうことがその体を使う多様性っていうところに結びついてくるのでその週の中で3日4日こうサッカースクールに通って、えーまあ、サッカーだけのトレーニングで 体に負荷をかけるというよりはあの体全体を使った動きをこう学んでいきましょうというところがやっぱりバルシュレの一番の重要なポイントかなと思いますね、はいえっとまあ、僕も福井さんからいろいろ学ばせてもらっていて、はい、えっと確かに、えー、スポーツとか運動って好きでやるものじゃないですか、はい、やらされるものではないので一番最初に大事なのって自分がどういう 運動とかスポーツが好きかっていうことに出会うっていうことだと思うんですよなので、えー、バルシューレを通じてまあそういったところも育めればと思いますし、うん、あのー、特にねその指導者にガツガツ教え込まれるということもないと思うのでまあスポーツ嫌いとかバーンアウト、うん、そういったところに結びつかないのかなということでまあと言ってもですねあのー、まあ あの実際ね、やっぱりどういうふうに行われているかって、現場見ないと分からないということもあるので、はい、まあ気になる方はぜひ、福士さんに問い合わせていただければと思います。はい、バルシューレイのね、実際、資格の講座もやられてますので、はい、気になる方はぜひ、そちらに申し込んでみたり、あの福士さんのね、SNS なんかであの質問していただければと思います。 それではちょっと簡単ではございますが、ちょっとバルシュレについてお話を伺わせていただきました。今後も何か質問等があれば、それに答える形でこういったふうな機会を作りたいと思いますので、何かあったらよろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。